あ、口笛吹いちゃった。まあ、この話は後でします。言っちゃいけないことは言いません。ちょっと叫んでも届かないな。ちょっとお茶取ってくるわ。絶対今日のズボン見えちゃったよね。ということで皆さんこんばんは、中坂美優です。今日は納豆の日です。イエーイ。皆さんは今日納豆料理食べましたか？今日はあの納豆料理を食べなければならない日なんですよ。なぜならだって納豆の日だからね。納豆苦手な人多いな。ということで今日はみんなと一緒に、もうみんなは絶対に夜ご飯食べたんだけど、夜ご飯を食べていきたいと思います。イエーイ。動かないよ、机が動かないよ。本日の夜ご飯は納豆キムチ焼きうどん、焼きうどんです。こちら中坂が作りました。イエーイ。ということで、もう毎年納豆の日は皆さんと何かしらの納豆料理を食べてショールーム過ごしてるので、今年もなんか納豆料理を作ろうと思って、今年は納豆キムチ焼きうどんを作りました。パチパチパチ。ということで食べたいと思います。いただきます。みゆちゃん考案ではにゃーいです。いただきます。なんか今日顔ちっちゃいね。黙れ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 って。興奮にジャイ切りされて2つ目のカップも終戦しちゃいました。ということで、やっぱ天皇杯って素晴らしい、波乱万丈ですよね。いただきます。味見はしたんだよ。味見した時は美味しかった。でももう作ってから30分経ってるんだ。いただきます。でもちょっと味薄いかも。なんかね、すすれないの、納豆のネバネバがすごすぎて。あ、辛い辛い。めっちゃうまいわ。なんかこうレシピにはあのお肉入ってなかったんですけど、お肉を入れてみました。豚キムチ好きすぎて。うまい。うん、お
お肉に全然下味がついてない。うん。お肉に全然味がない。ピン。お、握手会のね、握手会特会の30受付が始まったんですけど、なんと9月8日の握手会が2時販売終了時点で完売が出ててびっくりしました。5部完売してて、皆さん幕張でこんなに早い段階で完売するって思ってなかったので、もう本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。第30受付は明日の正午までですので、気になるーちゃんなみなちゃんはぜひ会いに来てください。ありがとうございます本当に。じゃあね、肝心の納豆なんですけど、なんかパパ坂さん曰くなんかもうつかめないらしくて、納豆がこんな感じ。うん、あ、うん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 しか言えなくなっちゃった。でも美味しいです普通に。うん、うどんと一緒に食べたいかも。うどんがうますぎるな。ちょっと美味しすぎるし、これお肉使わなければ包丁使わずにできるので皆さんにもおすすめです。すすれないんだよねうどんが。うまい。 いやすするのは得意じゃないですけど、こんなにすすれないことはなかなかないです。じゃあキムチ食べます。中坂さんはキムチは苦手です。焼きキムチは食べれます。じゃあ豚とキムチと食べます。やばい、豚キムチがうますぎるかもしれない。豚キムチうまいわ。豚キムチ大好きなの。みえいいね。なんか最悪の話なんですけど、最悪の話なんですけど、なんか以前コンサートのケータリングでの豚キムチが出たんですけど、豚キムチっていうかキムチって結構相当な量のニンニク入ってるじゃないですか。なのにコンサート前なのに豚キムチを3つも食べちゃったの。なんか最近はこう自分で予想しきっていうよりはこういうちっちゃいプラスチックのパックに入ってるのをもらってくって感じなんですけど、なんか美味しすぎてコンサート前だっていうのに豚キムチを3つも食べてしまって、もうめっちゃニンニクを感じながらコンサートしたことがあります。そう、それくらい美味しかったです。うん、でも今日のポイントはこれ自分で作ったってところがポイントね。
うまい。嗅覚もないから無敵という。確かに無敵。うみゃいわよ。これマジ簡単だからみんな作って。豚肉、豚こま炒める、うどん入れる、キムチ入れる、納豆入れる、炒める、軽く炒めためんつゆ入れる、完成。本当に美味しいわ。そう、先にうどんを食べちゃって後で集まれんして納豆を食べたいと思います。すすれないみたい。でも美味しいですよ皆さん。音がシュールなんだけど間違いない。あ、でもあともう短いのしかないわ。うまい、めっちゃ美味しい。これは集まれ用のスプーンです。はい、集まれ用のスプーン。ごめんね、なんかすする音なんてさあんまいい音じゃないのに不快ですよね。ごめんなさいね。飛ばしません。うん、めっちゃ美味しいわ。みんなも作ってみて。長坂でも20分でできたから、みんなならもっと早く作れるよ。嘘、20分はごめん、もった30分。と集まりをして納豆を食べます。いただきます。うん、うまっ。チキンバラバラ配信が脳裏によぎりました。怖い怖い。ママサカさん美味しいって言ってくれましたよ。パパサカさんは何も言わなかったよ。デカスプーンです。今日は1時間かな。熱くないんだけどね。うん、納豆オムレツも好きです。唐揚げ納豆は最近はやってないけど普通に推してる。うん、めっちゃ美味しい。フフ。
豆いいじゃん。この前チンした豆腐の上に温納豆をして食べましたよ。それだけ、おかず、おかずっていうかそれが主食。そう、唐揚げくんと納豆巻きの意識高い系、それは意識高すぎるわ。唐揚げ納豆はそのままの名前の通りです。めっちゃ美味しいのよ、納豆大好き。今日は3人前3パックです。でもいつもは 4人前作るんですけど、うどんとかはなんかパパ坂さんが夏バテしてるので今日は3パックです。中坂さんは納豆は金の粒の卵の納豆が大好きです。ごちそうさまでした。小粒です。でも引き割りは引き割りじゃなくて普通に小粒のやつです。ごちそうさまでした。パパサラさんは全然今まで2人前食べてたのが 1.5 人前くらいになったのと、和菓子で糖分補給してきてるんで平気です。夜ご飯食べないくせに和菓子めっちゃ食べます。美味しかった、めっちゃ普通に。これマジおすすめ。なんか私は納豆が好きだから、納豆が嫌いな人がなんで納豆が嫌いかがわからないんだけど、納豆嫌いな人でも食べれそうなくらい美味しかったです。可愛くないな、飲んだ後が。そう、納豆の味全然しないよ。ちなみに物足りないもん、匂いもない。炒めちゃえば納豆の匂いなんてないですから。鬼にきびだんごは秀逸の回答だったね。でもあんま理解してもらえなかったんで、皆さんにこう滑ったみたいになってましたよ。そう、でもありがとう、そう言っていていただけて嬉しいです。私の中では結構自信作だったから。そう、ということで美味しかったです。バニラアイスに納豆、美味しいですよ。バニラアイスに納豆めっちゃ美味しいです。トルコアイスみたいになるので、つぶつぶが入った状態ではやったことないんですけど、なんかネバネバだけ抽出してバニラアイスに混ぜて食べたことあって、すごい美味しかったです。なかちゃんは納豆はごま足くらいしかしない、なんか泡立つ感じが苦手なので、はい、納豆は全然もかき混ぜないです。意外とそれは本当に合わないと思う。やばい、特殊な食べ方してる。美味しいですよ、納豆大好きなんですよ。一時期本当にすごいハマってて、今はもう納豆ご飯が一番だっていうことが気づいたので、納豆ご飯しか食べないんですよ。ね、ご飯1杯に対して私は納豆 2パック使いたい人なので、そう、納豆の消費すごいです。からしは入れないんです。喫茶マウンテン行ったことないかな、多分。くるみんが最近納豆食べられるようになったって、大人だね味覚が。中坂も納豆1回苦手時期ありましたよ、小学生の頃とか納豆苦手でした。2パック食べます。1個ご飯お茶碗1杯に対して納豆を2パック。でもなんか多い時は4パックくらい一緒に食べてました。4パックに対してあの卵が入ってない納豆は食べれないんですよ、こだわりが強いんですけど。卵が入ってる納豆じゃないと苦手で、はい、卵を入れて食べます私は。
そうなんだ。米粒より豆が多くない？それがいいんですよ。そう、藁に入ってるのは食べたことないですね。もう全然メンバーに布教していきたいです。混ぜる前にタレは入れます。ごまわしです。ステッカー楽しみです。あ、おめでとうございます。そうなのよ。そうそう、皆さんも納豆を食べてください。唐揚げ納豆やったことない。あ、人生損してますわ。人生損してます。納豆にオクラ入れたことありますか？なんか納豆を食べようとして納豆とオクラを混ぜたことはないけど、ネバネバ丼が好きなので、こう納豆とオクラととろろの丼がすごい好きなので、それでなら一緒に食べたことあります。損してますね。私も最近やってないから損してます。人生メカブはなんかあんま買わない。嫌いじゃないけどね。あ、無理ですか。焼きそば、あれココイチの納豆トッピングしてみたいんだよね。エスカのネバネバ丼美味しいよね。美味しい、ネバネバ丼大好き。大戸屋のネバネバ丼も好きなの。爆弾丼って言うんですけど、マグロ入ってて、ここにめっちゃうまい。夕食の残りのチヂミに納豆かけて食べてきた。いいですね。そう、納豆に海苔は入れたことないかも。今度やってみるね。そう、目がちょっとかゆいです。はあ、今日コンビニ支払いしてこようと思ってたのに忘れてた。明日行ってこよう。納豆トーストは一昨年くらいのショールームで食べた気がします。すいません、びっくりさせてしまって。私もちょっとびっくりしました。中ちゃんの顔が納豆に見えてきたはどういうことですか？まだ今週の金曜日まで。今日買ったばっかだから。そしてこの人がなんと中坂家から旅立ちました。旅立ちの日にってどういう歌ですか？この大空に翼を広げ飛んで行きたい、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。ということで、あのここに今までいたキャリーケースが返品されまして、中坂家を旅立ちました。しかも結局自分でできなくて全部ママ坂にやってもらいました。なので、あの集荷依頼をかけなければならなかったんですけど、集荷依頼かけたと思ってたらかかってなくて、もう本当に期限もないということで、こう持ち込みしなきゃいけなかったんですよ、郵便局とか配送業者さんに。でも自分で行くの結構めんどくさいじゃないですか。だからママ坂さんが持ってってくれました。なのでママ坂さんに愛してるって言いました。ママ坂さんが、持って行ってくれたので本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で、旅立ちの日には何ですか？カシカシ。今別れの時、
あ、今別れの時が、そう、そうなんです。そうだね、最近はジャックですか。何気に S 公演さ最近なくてさ、なんかもうか体がもう覚えてないかもしれない。嘘ですけど、さすがに。てかみゆはあれだ、 GU に受け取りもしに行かなきゃいけないんだよね。コンビニ支払いもしに行かなきゃいけないじゃん。寝ることいっぱいだね。金曜日に行こう。もうケリー買わないの。でもなんか意外とちっちゃいので行けたので、行けるかなって思ったりしてます。てい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 。そう、明日公演なんですよ。久しぶりの手をつなぎながら公演で、さっきママサカと家帰る、最寄りから家帰る道の中でやってました。チャイムはラブソングまで思い出せた気がする。いや待って、チャイラブどこまでやったっけ。あ、2B までやったな。1ソット 3.5 かな。チャイラブはいけるね。だから次はイノセンスからだ。毎回思い出さなあかんもんなん。いや毎回思い出さんと混合しちゃう。あ、やばい、旅立ちの日に書いてくれてる人いる。旅立ちの日にって歌ったかな、小学生の卒業式とかで歌ったかな。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ、限りなく青い空に心震わせ、自由をかける鳥を振り返ることもせず。ギリギリソプラノでした。勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、そうなの。だからちょっと明日は鉄な頑張っちゃい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 。明日は久しぶりにほののさんと出れるのがすごく嬉しい。ね、中坂さんは中学の合唱コンで歌えなかったコスモスがすごい好きです。どんな歌詞かもう忘れちゃったんだけど、コスモス大好き。なんか宇宙みたいな歌なんだよね。私たちはそうコスモスを歌えなかった年は大切なものっていう曲を歌った気がするんですよ。はい、なんだっけ、大切なものに気づかない僕がいたみたいな、こんなの歌ったんですよ。薄紅のコスモスが秋の日のではないです。何気ない日だまりに揺れているではないです。わかんないわ、コスモス出てこない。なんかめっちゃキー高い確か。なんだっけな、長坂コスモスめっちゃ聞いてた一時期、大好きでしたね。
聞こえる、君も星だよ、みんなみんなみたいな、これだ声が出ない。光の声が空高く聞こえる、こんな感じ。これコスモスです。君も星だよ、みんな、なんか100億なんか覚えてないんだけど全然そうだって私歌ってないから、歌えなかった曲だから2年生は時の旅人でした。音程が外れてるので歌わないでと言われた曲が大切なものです。あの大切なものに気づかない僕がいたっていう、まあ、キーがこれなんですけど、には地声で出ちゃうんですよこの音が。大切なものにみたいな出ちゃうから、多分地声で歌ってたんでしょうね、当時。うるさいやん、みんなが裏声で歌ってる中地声で歌ってたらさ。だからそれで怒られて歌いませんでしたはい。時の旅人知らないですか？なんちゃら作って歩いた道みたいな そう、キムチ焼きうどん納豆トッピングもう食べてるの早いね。そう、そんな感じです。合唱コン懐かしいね。中3の合唱コンはコロナでなくなったんですよ私たち。そうだから中2までの記憶しかないんですけど、中2はだから時の旅人歌いました。めぐりめぐる風みたいなああ分かんないわ。そう中3なんです、コロナ。中2の覚えてるよ、忘れないもん。中2の3年生を送る会をもう絶対に出たかったの。中2の3層会に出たいって意味わかんないじゃないですか。でも本当にもうマネージャーさんにもめっちゃ頼んで、もう本当に3層会行かせてくださいって頼んで、3層会行かせてもらって、3層会終わった次の次の日くらいからもう休校もうそういう感じでした、私たちのコロナ、私のコロナ禍。そうでも私全然合唱曲知らないんですよね。そうそうそう、行けてよかった。もう本当に結構中学校のこう中学3年間の思い出の中でトップ5かトップ10に入るくらいに中2の3層階が覚えてるね。3年生を送る会、略して3層階です。そして出会いました。え、逆に中3で出会った人ともう高1高2高3卒業4年も経ってるんですか。てか恐ろしいね。なんかギリギリ昇格は中3だったんですよ。だからもうかれこれチーム S に3年ぐらいいるんですけど、びっくりしてます。3年以上いるよね、びっくりしてます。時が経つの早すぎて。三層階知らない？初握手がなくなった。あ、その頃なんですね。そう、そんなに経ってるんだね。だからすごい懐かしいですね。三層階は、三層階になんで行きたかったかっていうと、中1の頃の三層階は嫌な思い出しかないんですけど、中2の三層階はもう私の中でもルン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 三層階でも、こんなに中学2年生で三層階を楽しみにしていたのは私だけだったと思うんですけど、もう本当に
今でも忘れないられない思い出があって、忘れられないですね。そうそう、2020のことなんだ。そっか、じゃあオリンピックも1年伸びてますもんね。確かに確かに。中ちゃんが許してくれたら。中ちゃんは別に怒ってないですよ誰にも。そう、何がそんなに楽しいの？あの中1の頃の山荘会はなんか学校休んでる間に、あの勝手になんか山荘会でやる劇の主役に抜擢されてて本当に嫌だったんですけど、中2の山荘会は休んでる間に勝手にあの図工係にされてて、でも図工係ハッピーだったから図工係楽しんでたんですけど、逆に出なかった劇がすごい良すぎて、あの私の大好きな推しカップルが山荘会であのマイムマイム、マイムマイムじゃなくてもう一個の方のさダンスあるじゃん、キャンプファイヤーでやるやつ、名前難しいやつ、あれをやるっていうことになって、それを見るためだけに学校に行ってました。はいはい、自分も初握手の予定でしたということで、うーん、その頃なんですね。インフルで欠席は辛い。あ、オクラホマミキサー、それです。テレテレテレレみたいなやつを推しカップルがやるってなって、まあ、それは絶対に見たいみたいな、もうなんか会場が湧いてた会場が湧いてた。なんかその推しカップルの男の子の方がめっちゃ先輩から好かれてたから、なんかもう周知の事実みたいな、先輩たちの中でもその子たちが付き合ってるのは周知の事実みたいになってて、でそれでなんかその二人がなる踊ることになって、もうなんかキャーみたいな、もうね、もうそれがもう見たすぎて、それで学校に行ってた意味わかんないよね。今でもカップルやったらほっこりですが、その後はということです。そういう二人って結婚するの？わかんないですそれはちょっとわかんない。三層階は三そう階です。仕事頑張ってね。まだ続いてるか続いてないかは内緒ですそう、やっぱオクラホマミキサーは皆さんもやりますか？マイムマイムとかも皆さんもやりますか？人の恋路を煽るタイプですよ、はい、大好きでした。やりました皆さんも。やっぱキャンプファイヤーでやりました。やりますよね。わあ待って、ちょっとやるんだ、やっぱりやっぱりやるんだよね。ないかなって、キャンプファイヤーの写真ないかなって今探してるよ。なんか細い、信じられないくらいガリガリなんだけど私が。いいな、この頃に戻りたいんですけど、皆さんどうしたら戻れますか？かわいい。すいません。なんかでも着てる服が絶望的にダサくて大好き。
中二だからね。スタイルよ、スタイルよ。モンブランの写真出てきた。キャンプファイヤーの写真ない。スタイルよ。キャンプファイヤーの時って写真撮らないもんなの。ないわ、残念。めっちゃ可愛いんで、私、こう私です。前髪長っ細、輪郭がまだあるもんこの頃。後ろから見える手がちょっと恐怖映像みたいになってるけどさ、でも黒いね。眉毛濃い？この写真で眉毛の濃さわかんのすごない？性格悪そう、ひどい。笑顔が素敵、ありがとうございます。でもこれ SK にも加入してますよ。何が変わったんだろう。どう、この写真はまだマシなのね。なんか見せられないんだけどさ、見せられないよな。いや見せられないな。こうしたらいける？え、なんか帽子反対にかぶってるの、なんなん？なんかこの写真いっぱい出てくるんだけどさ、え、帽子反対にかぶってるの、なんなん？でもツインテールの中坂が可愛すぎる。自分で言うなっていうの。小学生にやりがちなんだけど、これもう中学生っていうね。恥ずかしい、恥ずかしいの。いいな、中学校に戻りたい。みも友達と遊びたい。いいな、楽しかったな、この頃。思ったより可愛い。どういうこと。なんか私この帽子の被り方大好きだったのよ。ほんと信じられないけどさ、っていうね。急に振り返っちゃったよね。キャンプファイヤーの話とかしちゃったから。当時はそれが可愛いって思ってた。私は後ろに帽子をかぶる方が似合うって思ってた、ね。まあ、そういう時期ってありますよね。今はもうそのかぶり方しないの？しないです。お父さんとかがやってると、え、何そのかぶり方とか言ってるんですけどね。中二の頃です。中二？中二です。流行ってないです、私しかしてない。ごめんだって、謝らないでください。飯盒炊爨したね。飯盒炊爨ってさ、おもろいよね。何がって感じだけど。そうそうなの。飯盒炊爨懐かしいし、今も可愛いんやけど、今の方が可愛いって言ってもらえた方が嬉しいです。そうなんです、
火起こしね、懐かしい。でも火起こしは中にやったかな。火起こしやったわ、やったか、やったかもな。小6は記憶あるけど中2の火起こしの記憶ない。誰が同じ班だったかも覚えてないもん。お疲れ様です。そう、私なんか女の子ってやっぱ野菜切る係をやりたいんだって。だから小学生の時とか野菜切る係はもう女子が、うちの学校全員で80人くらいしか小学生いなかったんですけど、まあ、半分が女子だったとして40人中の37人が野菜切る係だった。ミュとハゲちゃんともう一人の女の子が確かカレーを煮込む係やりました。3人そう。私はね野菜切る係の絶対やりたくなかった。だからもう顔をこうやってこすってすすがつくみたいな、なんかさドラマっぽくない？そうだからミュは、ミュ結構なんかみんな揺らいでたのよ。私以外の2人も結構野菜切る係揺らいでたんだけど、もう野菜切る係が多すぎたから、なんか他の子は他の子行ってほしいなみたいな感じで、えじゃあどっちでもいいからみたいな感じで一緒にあのカレー煮込む係になってたんだけど、もうでも全然やあのカレー煮込んでる方が楽しかったです。そう、野菜なんてね切れない切れない。カレーの鍋をひっくり返しちゃった、それはすごいね。そう、ゼップ昼夜2回後方でした。えーびえん煮込む係って何？なんかあったんですよ。お米炊く係、野菜切る係、カレー煮込む係みたいな。飯盒炊爨の話ねこれは。でなんか私はカレー煮込む係だったの。こう水入れてみたいな、寸胴に野菜入れてみたいな、ルー入れてこう焚き火をフーッとかしてボーってやってるんですよ。の割に経験が全然生かされてなかったメタルマッチ会でしたけれども、発見してください。あそう、かき回す係でした。めっちゃ美味しかったよ。飯盒炊爨のカレーって何であんな美味しいんだろうね。七不思議じゃね。カレー大好きなんだよね。でも最近気づいたのはやっぱちょっと辛いカレーの方が美味しいことに気づきました。だから中辛と甘口を混ぜたい。炊飯か。そう、あお腹空いてるから確かにカリカリに焦げたご飯が美味しい。わかる、中辛は辛いですね。皆さんは何かありますか、こう飯盒炊爨炊飯の思い出とか修学旅行とかの甘い思い出、甘酸っぱい思い出とかありますか。大体カレーよね。ここでシチュー作ってましたっていう強者現れたらもうぜひぜひぜひ今日私の代わりに配信してほしいくらい。何それ美味しいのというか何ですか皆さんは、そんな甘酸っぱい経験。肝試しやった。肝試しは私もやりましたね。行ったことないの。そうなんだ。枕投げはしなかった気がします。辛口の思い出なら、甘酸っぱい思い出ない。ないか。パン焼いた気がするな。お、パン焼いたの、いいじゃん。パン焼くのいいね、なんか面白そう、楽しそうだね。枕投げでなんか壊した。枕投げってデフォでなんか壊れるよね。そもそも覚えてない。パクチーみたいな思い出しかない。パクチーみたいな思い出って何ですか。
表現が独特。最悪な思い出だな。甘酸っぱい思い出はあるけど恥ずかしいので話せません。いいですね、キャンプファイヤー懐かしいね。やれってなるまでやめれない説、わかるわかる。いいですね。なんだろう、みんなにまだ話したことないような思い出あるかな。中学は結構多分帰ってきてすぐに全部話した気がする。小学校の時はないね。私も言えない話しかないわ。いいですね、なんか久しぶりにこう青春に浸れたような気がします。交換日記いいじゃん。交換日記やってたよ、私も中学の部活の頃、女子5人で。でもね、なんか誰かで終わった。そう、そうそう、アミチワンと高校はなんか一緒にしたりしたんですか？あ、なんかあんま一緒、そもそもクラスが違ったのであんま一緒に何かをする機会はなかったんですけど、でもあれしました。どれだよってね、一緒に学校行事一回行きましたね。それくらい。令和でも交換日記あるんや。一応私が交換日記やってた頃はギリ平成かも。いや、わかんない、中1の頃って何年前、13歳だから6年前でしょ。今令和6年だから元年です。え、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年、令和1年、令和元年、あ、令和違う、平成31年かな、ギリ平成かも、わかんないけど。そう、ラブレターもらった思いでいいじゃないですか。名前思い出せないけど、マイムマイムやろ。そう、我が娘からはそんな話を一切聞かないので一周回って新鮮です。私はもう何でも話したい人なのでもう何でも話しちゃうけど、パパサガさんはこんな真面目に聞いてくれないですけどね。職場体験に来た中学生の子が iPad でメモしてて時代感じた。え、ね、なんか私の高校もタブレット教育みたいなのが始まってたんですけど、私の入った次の年からタブレット教育だったから、私たちの学年だけなんか普通にめっちゃノートでこれ頑張ってやってんのに、一個下からみんななんかデジタルでした。そう、そうそう、プリント持っていけ文化懐かしいね。私はどちらかというと持ってきてもらう側だったことの方が中学の時とか多かったので、よくもらってました。なんかお疲れ様とか頑張ってねみたいな書いてあって、優しさを感じました。でもなんか時代は感じますね。中坂たちが研究生だった頃はなんか基本ノートだったんですけど、なんかもう正味ノートに書いてもやっぱ携帯に書いた方が見返すじゃないですか。やっぱこのご時世ね、スケジュール帳だってもうノートに、ノートっていうかスマホに入れるし、
なんかメモしようってなっても紙じゃなくて、紙とペンじゃなくて普通にスマホに打ち込んだ方が後から見返すし、なんかそっちの方が便利だなって思うから、そのね、まあでも中坂たちが研究生の頃は意外とまだもう5年前とかなので、あの頃はなんかノートにペンにこう書いてました。見返したこともあったけどやっぱ見返さないからあのスマホに打つのがいいなって今スマホを使ってて思います。そう、だから紙忘れた日とかはやっぱ研究生だからこうメモ取らなきゃなるんですよ。でだからもう紙を忘れた日は結構絶望を感じてて、もう立ち位置表の裏に書くとか、同期にお願いしてメモを1枚もらうとか、なんかそういうことをしてこう頑張ってやってたスマホでも見返せないの。でもスマホはなんかあの例えば公演始まる前に、あ前回の反省点振り返っとこうって思ってパッて押せばさ出てくるじゃないですか。ノートだったらこうやって探さなきゃしさ、結構めんどいじゃん結局ね。そう、キャンパスノートって何？えキャンパス大好きだよ。キャンパスってあの CAMPUS みたいなキャンパスノートでしょもう立ち位置表に色塗るとか誰もしないの。うちの同期よくやってますよ私はしないです。私はもう紙の立ち位置表はなかなか持たないですね。基本的には覚えていく、覚えていけなかった時だけ紙でもらうみたいな、そんな感じです。でもそっちが覚えやすいっていう人もいるから、こうね、まあ自分がやりやすい方をやっていくのがいいのかなって思います。そうなの。そうメモってさ調べられるじゃん、携帯のメモってこれどこに書いたかなみたいな。例えばじゃあチャイラブみたいな調べたらチャイラブの出てくるから、そう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 、確かに書くことで覚えるってメリットはありますよね。だし普通にまあ社会人としてはやっぱできないじゃないですか、携帯でメモなんて絶対怒られちゃうから、まあ、社会人とかだったらまあ普通にノートにメモ取るのが普通かなって思うんですけど、そう、そう池田は立ち位置表に振り付けを書いてたからすごいなって思ってました。私もこう映像で解読できなかったところを例えばメンバーに聞きに来て、ね、これってさ右手をさどうやって回してるのって言ったら、右手はこういう動きからこういう動きに回すんだよって言ったら、その動きを紙に書くんですよ。だからすごいなって思いました。そうそう、文字書かなくなると漢字がスッと出てこなくなる。わかる、めっちゃわかる。私も最近すぐ調べちゃうから携帯でダメだなって思ってます。まあ、でも今はもう私の覚え方っていうのがやっぱあるじゃないですか、多分みんなに全員メンバー全員にあると思うんですよ。私は立ち位置表を覚えるのはめちゃくちゃ得意なんですけど、振りを新しく自分で起こす、振り起こしをするってい こう動画を見ながら振りを覚えていくっていうのがもう本当にできない人なので、もう極力振り入れには痛いって思ってます5年やってても映像で振り付けは覚えられません。だから本当にアンダーとか出てくれてる研究生の子とかってみんな多分携帯の動画とかで見て覚えてくれてるんですけど、マジすごいと思う。無理だもん今 K2 と E 出てって言われたら結構本当にマジかーってなっちゃう。もう立ち位置表だけはもうスンって入っちゃう人なんですよ。そんな感じですね。皆さんも
はい、書いて覚えたらすぐ捨ててた。すごい天才じゃん、書いたら覚えられるなんて。書いても覚えられなかった。ポジションは1日で覚えられるね。16曲でしょ。うん、いけそう。なんかねすごいよ、こうはい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 、よしもう一回やろう。3回これやれば覚える。そうそう、アンキパン欲しいね。わかる。 2.5 は覚えられるんですよ。 2.5 は覚えられるんですよ。 2.75 とか 2.25 とかが苦手です、私は。もうわからん、それはわからん。歌詞に番号入れて覚えるんでしょ。そうだよ。ででんででんででで ん, でーんは1番。ダーン、せいじんくんしじゃいちそと、たまにもこけるし、ふみはつすさ、一度や二度やらかす、なんでもないさ。 2.5 むかつく、あんたの人生なんぼのもんじゃい、顔出せ名前を名乗れ、テレビに出ててモテてなくて5番、頭がよくてもオーバーかった。そう、ワンチャン愛を君に愛を僕に声に、ジポジまだ覚えてるかもしれない。もう1年経ったんですけど、多分シンポジ、あ、まだ1年は経ってないか、でもうそろそろ1年経つんですけど、シンポジを覚えてから、未だに自分のポジ多分言える気がする。チッチ、重なる位置が4、広がって 5.5、愛を僕に 7.5、 感動ってなんだろう、探してみよう、ダン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 。3番、 5.5、 違う、まだ 5.5 じゃない、51だ。でここで 5.5、 11、 外、つまらないことで食い違い、 1.5 だ。どうして意味が1、外で未来をなかなかつかめない、 0.5、君の何気ない言葉で、2番、僕は何回も救われた、僕は君のため今まで何が何になってるかな、ドゥンドゥドゥン、にそと儚い切ない毎日は一歩も進めてないかもね、それでも 3.5、 闇から抜け出そう、 0.5 愛を君に、いけるね。ドゥン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 、てん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 てライブマスターは、I went、 気持ちはもう走ってく、そういつも決まってる、放課後のことは 3.5、 15時にならないかな、 7.5、 待ってるの、この胸がときめくチャイム、早く会いたいあのシャイ、ルーレット回すみたいな、3番、ベルが鳴って始める、アートフェードイン 7.5、 シチュエーション浮かび上がる、うわー、チカチカと点滅リワイナナ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 ナ、受けたお手端になれ、なった英語でしょ。ここも いけるいける。2番はの、もうなーな、落ち込んでる日々も励ましてくれるメッセージ、 1.5、 君がここに送る、君の前だけ抜くベイン、5番、窮屈な毎日だったら癒やしたいよ、辛い時でも笑う時も笑うよ、優しく差し伸べてくれる、 3.5、 Hey、 0.5、 あ、違う、0番、タイマーかけずにね、向かってく僕らは夢見る挑戦者、
うわ何番 ?2.5 かな、 2.5 だね。えすごい、意外と覚えてるもんだね、すごいね。23時ですか、もうじゃあ23時15分に終わります。そう、意外と覚えてますね。はい、長坂ポジを思い出し配信しちゃった。意外となんか急遽中坂ポジ入ってくださいって言われてもいけるかもしれない。でもそもそもここのポジションできる人が少ないんですよ。今私がやってるポジションをやら、私がやらせてもらってるポジションをできるメンバーが結構少ないので。そうなの、そうなの。つぼみってまだ自分のポジションいけるん？チッチッドゥーンドゥーン 3.5 小指と小指を絡ませたいブランデー、からもセットインブランニューデイ、一打ち恋するつぼみが0番。初めて出会ったのは部活の帰り道だった、友達が立ち止まりあれ兄貴よと指さす。0番から今0番から0番下がったのか。じゃあんと挨拶しないよ、ほんとお尻を叩かれポリポリと一打ち、どうもと首をすぼめてた0番。その日の夜には出会った瞬間エンドレスでプレイバー0番。夢でも会いたいけれども眠れない、ドドドドン 1.5? 1.5 だ。しびれとめまいを2番。花を咲かせそう一打ち、あれからで0番いって無限大で一打ちらしい 1.5 いつも頼りないけど一打ち、困った顔を見せられちゃうと私がそばにいなきゃダメ、ぬぬぬぬぬ 1.5 ふう。いや意外と覚えてるもんですよね。こう手拍子のところは4番でズズズパ、そろそろ桜が散りそうね3番。でもまだ私つぼみ待って、はい、いつまで待てば開くのかな、あなたが綺麗に咲かせてくれるのね。1打ちと 0.75 はまあほぼ一緒です。つぼみセンターはあゆかぴょんやったことありますよ。グローリーのバックダンサーは覚えていますか？グローリーのバックダンサー覚えてたら結構気持ち悪いけどね。でもあのね、覚えてないけどなんとなくわかります。多分もっとジタバータしながらは135で、すいません、ずっと基本135で AB で AB タイムドゥドゥドゥンドゥンドゥンの時は123、じゃあこの時はまだ0.1、 じゃあ135でウォーウォーウォーの時は 0.5 だったから 0.5、 1.5、 2.5 と 1.5、 2.5 違う、 2.5、 3.5、 4.5 でリーデイ、いやここの人だった。これでここのここ、ここだから1と3と5と3と5かな。やばいよね、やばいよね、多分こんな感じだったと思う。そうで、こうさ集まってる時は1、2、3なんですよ多分。そう、あ今これ6人分の立ち位置いってるんです、爆弾さん全員の立ち位置いってるんで、すいません、ややこしいですね。モーニングエスケープは逆に覚えてない。ドゥン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 、違う、ドゥンドゥン違う。もう分かん、ドゥン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 か、ドゥンか、ドゥン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 。もう分かんない、ジュエルはマジで覚えてない。じゃーんちゃらちゃちゃ、これ246やな。じゃーんちゃらちゃ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 、じ
ちゃみ6番にいました。だいたいちゃ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 みたいな246だった気がするな。でもデフォが246で他覚えてないです。もう AB メロの振りとか覚えてないもん。懐かしいね。自分の記憶力キモって待ってる。そう、あともう少ししたら終わります。そう、待って、もう10万超えてるの、アイスクリームのポイント。え、びっくりなんだけど。チョコミンコ12だし、ありがとうございます。あ、バニラーニャ16位なの。え、めっちゃ上位にいるじゃん全部。ありがとうございます。ストロベリーミも16位だ。え、すごい、ありがとうみんな。チョコミンコが一番上なのに本人チョコミント食べられないの、めっちゃおもろい。じゃあこれでチョコミント、チョコミントが一番上だったらチョコミント初めて食べるよ配信でもしようか。チョコミント食べたことないんだよね。でも今マックとかもめっちゃ盛り上がってるじゃん、チョコミント。だからさ、美味しいんだろうね。食わず嫌いなの？ミントが苦手なんですよ。でも分かんない、チョコミントにしたらいけるかもしれないみたいなあるよね。ない？ね、好き嫌いが分かれる味って言いますよね。中坂は好きそうですか？苦手そうですか？そう、ちょっと食べてみようかな。どこのチョコミントが好きですか皆さん。中坂さんは子供舌だから嫌いそう。パクチー OK ならミント、パクチー食べれないんですよね。シャトレーゼ美味しいんだ。シャトレーゼ行ったことないんだよね。行ったことないはごめん嘘なんだけど、シャトレーゼのに行ったことはあるんだけど、お菓子を買って帰ったことがないの。ね、じゃあシャトレーゼあるかな近くに。アイスだからさ、あれだよね、溶けさせずに帰ってこないといけないもんね。サーティワンはもう大好き。サーティワンはフレンチバニラが一番美味しいって思ってるし、チョコチップとクッキークリームも好きです。他のも全部好き。ミニストップのソフトクリーム美味しすぎて感動したんだよね。去年仙台で食べたんですけど。マジで美味しすぎて感動した。名古屋でもね食べれます、ミニストップあります。あ、ぎっしり満足チョコミント知ってるわ、見たことある。へえ、シャトレーゼも行ってみたいな。
明日はセブンイレブンの日。そっか、明日はセブンイレブンの日なのか。じゃあセブンイレブンでお買い物しないとね。そう、目がすんごいしょぼしょぼする。へえしか言ってないさっきから。77分も配信してるのも、スガキヤのソフトクリームは美味しいね。でも長坂さんが一押しのソフトクリームはやっぱ大内山のソフトクリームなので、皆さんぜひ大内山のソフトクリーム食べてください。おめ、ソフトクリーム大好きなんで、基本的に甘いもの大好きなの。でも結構頑張って、食べないように心がけてたんだけどね。逆にもう今日は爆食デーにして、明日から本当に節制しようかな。大内山です。どこで食べられるの？三重県です。ソフトクリームは多分三重とか行かんと食べれんと思う。三重のパーキングエリアとか行ったら売ってます。三重県のローカル牛乳です。もうなんかね、大内山のコーヒー牛乳とかは名古屋でも売ってるんですけど、でも結構三重のどこ、四日市とかだったら売ってるんかな。どこのパーキングエリアから売ってるんだろう。いつもどこのパーキングエリアで買ってるんだろう私は。教えてパパ坂。パパ坂今日見てないかな。さっきまで見てたんだけどね。あ、いるっちゃいるけど配信は聞いてなさそう。もソフトクリームマジどこでも。御在所どうなんだろう。御在所はまだ食べれないんじゃないかな。コメントで回答したらバレちゃう説。あ、御在所に売ってるって、みんな御在所だって。和菓子食べてると思う。なんかさ、なんかこんなことあんまパパ坂の前では言えないんで、ちょっといなりんで防御するんですけど、なんかダイエット頑張ってるのに、なんか自分勝手に一人で和菓子食べればいいのに人の分まで買ってくるのどう思いますか。こっちはさ、こう頑張ってさ痩せようとさ節制してるのにさ、人の分の和菓子はいらないから自分で食べる分だけ買ってきてよって思ってます。なんかお前の分だよって言われると、なんか申し訳なくて、食べないのが申し訳なくて、なんかありがとうって言って食べちゃうの。優しいお父さんって思うけど、毎日だよ、毎日買ってきてくれるのね。でも毎日食べてたらさ、さすがにね太っちまうべ。しかも人が太ったらすぐさ、太った太ったって言ってくるしさ、今何キロなんだよねって言うとさ、んなわけないやんって言われるんですよね。会話のきっかけ、そんなきっかけねなくても中坂家は私が一方的にパパ坂に話してますから。そう、仲いいですよ。小さい和菓子、いや積み重ねですから。いや和菓子よりアイスが食べたいんだよ。もう和菓子は結構ほぼ毎日食べてるので、そろそろアイスが食べたい今日この頃です。
そう、なかちゃんは人に話を聞いてもらわないと落ち着かない人なので、めっちゃねパパサカとか全然はーんしか言わないけど話します、全然普通に。ということで23時15分になったのでそろそろ終わりたいと思います。長坂家はしやすそう、ありがとう、これでも話してください、みんなにいっぱい話します、いつもみたいに。今日はでも美味しい美味しい夜ご飯をね食べれてよかったです。ショールームでたくさん話す、付き合ったらめんどくさいタイプ、めんどくさくないと思います、嫌われないよう努力するんで。終わります。え、確かにトーク会で話聞いてよみんな。もぐもぐシーン間に合わなかった、大丈夫、うどんがすすれない長坂しか映ってなかったから。終わります。ガオーさん、バニラ、インコさん、バニラカップ、バニラカップ、バニラカップ、ツインテールさん、ハート、インコさん、バニラカップ、バニラカップ、ガオーさん、ハート、キラノノさん、ハート、エスキーのクマさん、ハート、インコさん、バニラカップ、キラノノさん、ハート、ピピヘビさん、タラノオピ、キラノノさん、ハート、ハート、インコさん、バニラカップ、バニラカップ、バニラカップ、ムキムキマッチワンチャーさん、バニラカップ、ワンワンさん、ワンワンさん、ワンワンさん、ハート、ムキムキマッチワンチャーさん、ストロベリーカップ、チョコミントカップ、ガオさん、ハート、インコさん、バニラカップ、ワンワンさん、バニラカップ、チョコミントカップ、チョコミントカップ、チョコミントカップ、ネコミミさん、チョコミントカップ、パンダさん、ハート、バットバツマルクさん、チョコミント、チョコミント、チョコミント、ワンワンさん、チョコミント、インコさん、レインボー、バットバツマルクさん、チョコミント、チョコミント、水井さん、ムームーサギさん、チョコミント、キョッピーヨシーナリンさん、ハート、ダルマ、緑さん、チョコミント、ブドウプチプチさん、バニラカップ、ストロベリーカップ、チョコミントカップ、ワンワンさん、チョコミント、ルンルンネコさん、チョコミント、ブドウプチプチさん、ハート、中坂さん、バニラ、シャボン玉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 、ウキーさん、バニラカップ、中坂さん、シャボン玉、シャボン玉、ルカさん、シャボン玉、ピピピピさん、タラン音符、キョッピヨシナリンさん、ダルマ、ハート、メンドメロンさん、チョコミントカップ、チョコミントカップ、チェケチェケネコさん、チョコミントカップ、ヒヒンさん、チョコミント、ピピピピさん、フルーツポンチ、カッパさん、シャボン玉、かわいい納豆の日さん、うまー、カッパさん、ストロベリー、ストロベリーにゃんこさん、ハート、ハート、ズンナマーさん、ハート、ストロベリーにゃんこさん、ハート、ピピヘピさん、シャボンのマー、メイドメロンさん、ストロベリーカップ、チョコミントカップ、ストロベリーにゃんこマカロンさん、ストロベリー、キョッピヨシナニーさん、ハート、ダルマガローさん、ダブル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 トリプルですね、マイクさん、ハート、キョッピーヨシナリンさん、ハート、ブドウプチプチさん、ストロベリー、ひよこさん、バニラ、バニラ、ハート、ブドウプチプチさん、チョコミント、ストロベリー、白のほにほにさん、ハート、パンダさん、ハート、メイドメロンさん、チョコミント、キョッピーヨシナリンさん、ハート、メイドメロンさん、ストロベリー、バニラ、ストロベリーにゃんこさん、ハート、ハート、メイドメロンさん、チョコミント、バニラ、ストロベリー、オレンジさん、ハート、ピピヘピさん、トラのオープガオーさん、ハート、キョッピーヨシナリンさん、ハートガオーさん、バニラ、キョッピヨシナリンさん、チョコミント、ルンルンネコさん、ハート、洗濯屋ののこさん、シャボン玉、ピピヘビさん、タラの音符、トマトさん、バニラ、モフモフさん、ストロベリーカップ、キョッピヨシナリンさん、シャボン玉、トマトさん、ストロベリー、洗濯屋ののこさん、バニラ、モフモフさん、チョコミントカップ、コアラさん、紫サイ、パンダさん、ハート、ルンルンネコさん、お花、ブドウプチプチさん、ストロベリー、ストロベリー、ズンダマーさん、ハート、ブドウプチプチさん、チョコミント、白のクマさん、ストロベリー、ブドウプチプチさん、ダルマ、ルンルンネコさん、レインボーツインテールさん、ハート、白のクマさん、ダブル、パンダさん、ハート、ムキムキマッチワンちゃんさん、ダブル、ピピヘピさん、レインボー、パンダさん、ハート、ハート、ルンルンネコさん、ハート、カブトさん、バニラ、メガネさん、メガネさん、ダブル、キョッピヨシナニーさん、ハート、ガローさん、ストロベリー、バニラ、チョコミント、メガネさん、チョコミント、違う、ダブル、ズナマーさん、ハート、ウキーさん、バニラカップ、メガネさん、チョコミント、ウキーさん、バニラカップ、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。そして、他にもギフト投げてくださった皆さん、本当にたくさんありがとうございます。イェーイ、ありがとう。ありがとうございます。ペポリ。それでは続きまして、
ランキング読みたいと思います。今日の中身73位はデケ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 デということで今日の73位の方おめでとうございます。狙ってくださった惜しい皆さんも本当にありがとうございます。では続きまして20位から読みたいと思います。いきます、せーの。オーガーさん、スクキリさん、マイニョさん、パンパカさん、泣きごろさん、どうなるんですかさん、マックフロントさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ということで今日の20位から10位の皆さんありがとうございます。13位とみちさん、ありがとうございます。ルンルン猫ルン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 。12位たけさん、ありがとうございます。社交機ドグ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 。11位えちごパーさん、ありがとうございます。ぶどうプチ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 。10位カツリンさん、ありがとうございます。うさぎおむすびパコ。9位、トモ DD さん、ありがとうございます。 SK のくまさん。8位トヨフェスさん、ありがとうございます。ウキーウキーウキー。7位スゲさん、ありがとうございます。ガロさん。6位トシさんさん、ありがとうございます。ストロベリーニャンニャン。5位なかなかさん、ありがとうございます。シュルルルルルルルーン。4位トマスさん、ありがとうございます。インコインコってなんて鳴くの。チュン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 。インコだよ。3位ユートンさん、ありがとうございます。バナナ豚プー。2位お父さんさん、ありがとうございます。ワン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 。そして今日の1位はドゴドゴドドゴドゴドドゴ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 ドンデン。S ハート73推しさんです。イエーイ。せーの、ガローさんガローさんガローさん、ありがとうございます。ということで皆さん今日も配信見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。今日の第3連単予想は、今日は10日なので73、納豆さん。バイバーイ。間違えた、バイ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 しちゃった。わー、今日は的中ならず、中身ゆとーでした。こんにちはってインコってしゃ、インコって喋るんですか。オウムじゃないんですか、喋るのは。ということで、うえー、7211も盛り上がっちゃってます。ありがとうございます。皆さんのおかげで今日10万ポイント達成してましたし、チョコミンコもストベリーミもバニラニャもなんかすごい上位にいて嬉しいです。ありがとうございます。今日は納豆の日ということで、皆さんと一緒に納豆を食べれてよかったです。青春の話だったり、ポジションの話だったり、まあいろんな話。9位になってる、チョコミンコ、すごい。皆さんと盛り上がれてすごく楽しかったです。明日は公演終わりに配信するので、また10時半とかになると思います。明日のテロップは分かんないです。ということで明日も22時半目安でいきたいと思います。皆さんも今日も早く寝てください。木曜日ですから頑張りましょう。おー、それでは終わりたいと思います。せーの、バイチャー。じゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はネバネバー。バイバーイ。明日公演入る方いっぱいなので、青白オレンジがたくさんのことを楽しみにしています。皆さんおやすみなさーい。